N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、7月10日キントデー名古屋グランパス観戦チケットプレゼントキャンペーンです。キントアカウントをフォローし、名古屋グランパスの選手に聞いてみたいことを指定のハッシュタグを入れて投稿するキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。はい、キントがスポンサーをしているサッカーチーム名古屋グランパスの観戦チケットキャンペーンなんですけども、ハッシュタググランパスの選手に聞いてみたいっていうのを投稿するとキャンペーンに参加できると。まあ、これ実際にグランパスの選手が回答していく形なら名古屋グランパスのファンコミュニケーションとして非常にいいなと思っていて、まあ、キントの方では UGC によるツイート拡散口コミっていうのがあると。で、名古屋グランパス側にはファンと触れるいい機会が作れる、非常にこう面白いなと。まあちょっとこのキャンペーンで実際質問はいただいた内容は今後の施策検討に活用しグランパスをもっと盛り上げていきたいと思いますっていう書かれていて、まあ今キャンペーンでは質問が一方通行になってしまうっていうのはちょっと名古屋グランパスファンからすると質問したのに答えないんかーいってなってしまうんで、ファンコミュニケーションの観点も入れて政策を考えると非常に有効だと思います。カンバセーションボタンからタップしてハッシュタグ投稿できるわけですね。ここタップするとハッシュタグ投稿できるようになっていると、ポチこういう風に出てくるわけです。ただこのカンバセーションボタンっていうのが広告 API 経由でしか使えなくなってしまったんですね。通常のアカウントからカンバセーションボタンを作ることはできないと。で、誰が作れるのって言ったら、まあ開発側、ベンダー側の作業となって、そうするとまあ費用を要求されてしまうようになってしまったっていう意見をちらほら聞くわけですね。まあ当然エンジニアの稼働が生まれるんで、まあその費用がかかってしまうっていうのはしゃあないと思うんですけども、まあでもユーザーからするとやはりボタンがあった方がこうやってポチポチだけでカンバセーションボタンから投稿できるっていうのは便利だと思うんですよね。ただまあそのカンバセーションボタンなしでやった場合、単純にハッシュタグ投稿キャンペーンの場合、投稿数、応募者数が違ってくるかっていうと、まだそこら辺のデータってちゃんと取れてないんで、まあそういったデータがあればカンバセーションボタンって絶対必要だよねっていうようなことが言えるんで、その辺もデジタルプロモーションラボでは研究していきたいと思います。ちなみに、まあ、カンバセーションボタンの予算が取れない場合、ハッシュタグを長押ししてツイートっていうような文章を入れるといくばくかユーザーが楽になりますので、ぜひ活用ください。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。